今新木場で降りたとこですけど、途中カメラ熱暴走で落ちましたね。喋りに熱が入ったところで落ちやがってこいつ。まあ転倒した時にね、アスファルトで頭こすりそうになったと。いや、こすってたんですよ確かに。でこすった感じがしたから、もしかしたらこれ俺やべえ事故っていうか、ただごとじゃ済まないかもしれない、頭から血流してたりしたらどうしようって思いながら、ようやく止まって10メートル転がった後にね、で頭を手で触ってみたら大丈夫そうだって髪の毛もある、痛みもない、頭大丈夫だってまず最初に思って、で立ち上がったんだけど腰は痛いし、で明らかに両肘両膝もう完全に打ってるし、すりむいてるし、洋服はボロボロで、もうその両肘両膝、あとは左足のふくらはぎ付近、もうね服がもうブリッブリに破けてた。その服どうしたかって言ったらもう捨てたけど、でつけてたグローブもあのオフロード用みたいなグローブですけど、それも破れててね、で手のひらとかもまあ負傷してるようなありさまでしたね。でまあ今ではその擦り傷の部分に関してはだんだんかさぶたになってきたりとか、今手のひら見せますけど、もう痛みもないですね、ほとんど治りかけできてる、ここもかさぶたになってきてるような感じなんですけど、今ね一番ね辛いっていうか、まだ未だに痛いのが腰ね。落ちた時にね完全に臀部をね打ってる、がっつり打ってる。その2日後ぐらいにお尻鏡で見たらね、もう真っ青になってて、で今でもね腰が痛いんですよ。今みたいに座ってる体勢だとそこまで痛くないんだけど、これがね横になった時ね、寝る時なんかが特に痛いんですよね。鈍痛っていうのかな、ずっと重い痛みがありますね。だから本当に厄介な怪我は擦り傷じゃなくてね、こういう打撲したところなのかもしれない。結局病院受診したとかそういうことも今回はしてないんですけど、やっぱりね打撲でがっつりぶつけてるところっていうのはね長引くね、まあ、骨までいってるとかそういうんじゃないとは思うんだけど、自分が転倒した瞬間にはやっぱり一番最初に手をついてるんですね、こうバーンと受け身というか、もう本当に一瞬のことですし無意識なんだけども、やっぱりね一番最初に手をついてるっていうところが大きくて、まあそれができるうちはまだいいんだろうね。そのとっさに手が出なくて頭をコンクリートにぶつけてしまうような場合はこの程度のことじゃ進まなかった。だから路上を歩いててお年寄りが転倒したりすることもあると思うんですけど、車の運転バイクの運転じゃなくても、そういう時につまずいた時にとっさに我々ぐらいであればまだ手で支えるというか、まずダメージを軽減するように手が出るけど、そこがね真っ先に頭を打ってしまうようなことになると本当に大事になっちゃうんじゃないかなっていうふうに感じましたね。でまあこの動画見てる方の中にはさ、っていうかそもそもお前ヘルメットかぶれよボケーっていうね、安全意識が薄いんじゃないかっていうふうに思ってる人も多々いると思うんですけど、いやまさにその通りで、改めてねちょっと思い知ったね、そのやっぱりノーヘルっていうことのリスクに関してはすげえ思ってる。今こうやって普通にいられることが奇跡というか不思議というか、まあ本当に紙一重ですよね、そこって。そういう部分がありますんで、不幸中の幸いで人間の方はまあ命に別状ないっていうかこの通りですので、まだ今後もバイクに乗れる状態ではあるんですが、やっぱりね安全装備は大事。そこであのヘルメットだけじゃなくてプロテクターもつけてれば、両膝両肘あとふくらはぎの擦り傷もう結構な範囲ですからね、まあ見せたくもないけど
もうこういうぐらいの範囲ですり傷がありますから、やっぱり安全装備は絶対につけた方がいい。でしかも今回乗ってたのがジャイロだったじゃないですか。ジャイロ舐めちゃいかんよ、原付舐めちゃいかんよ。60キロからの転倒でこれですから、もうそれがね70キロ80キロだったら、まあ、高速で100キロだったらもうねちょっとそう考えたくもないっていうか、確かなんかそういう衝撃ってスピードの2乗に比例するとか習ったような気がするんだけど、あれ違ったっけな。だとしたら時速1キロで歩ってて何かにぶつかった時の衝撃を1とすると、時速2キロで歩ってて何かにぶつかった時の衝撃っていうのは2の2乗で4倍になるはずなんですよね。この計算でいくとさ、ほんと60キロと80キロじゃもう雲泥の差ですからね。本当に下手したら、言いたくないけどこれより先は下手したら下手する、やっぱそういう乗り物なんですよ。でそうならないためにね、そのリスクを軽減するために安全装備っていうのはやっぱ必要なんですよね。で最近ハーレーのカスタムもジャイロのカスタムもとりあえず一段落っていうか、まあこれからどう他にいじるとこってなんかあるかなみたいな、とりあえず完成形というかね、自分の好きな形になっていたので、じゃあどう次なんかいじるとしたらどうしようかなみたいなこと考えてた時もあるんですけど、あもうすぐ着くんじゃね、着くな、だいぶ近づいてきたぞ。右斜め前がいつものライクランド東雲店ですね。ですのでここまっすぐに行くと、もうすぐヒデコーヒービーンズストアに着きます。でどうしよう、カスタムどうしようかなって考えた時に、じゃあジャイロもっと早くしてえなとかって考えてたんですよ。動画のコメント欄にコメントくれる方もいて、チューニング次第ではもっとスピードが出るようになりますと、70キロ80キロ僕がつけてるリバイブのチャンバーとかリバイブのエアクリーナーをつけて、でキャブレターのセッティング出してやればもっとスピード出るようになります。まあキャブレターだけじゃないのかな、駆動系もやんなきゃいけないのかもしれないけど、であのジャイロっていうのは速射付き軽二輪で、法律上は高速も乗れるようなやつですから、まあスピードが出るんであればね、まあ高速乗るかどうかは分かんないけど、まあ国内で出せる場所があるわけで、そういったカスタムチューニングしていこうかなとかって考えてたんですよ、結構本気で。でそれを得意とするショップとかこれから探そうかなとか思ってた矢先、まああの事故がありまして、でものすごいこれをねプラスに考えると、まあ考え方なんですけど、今回の事故本当にね、あの前向きっていうか、なんだろう、いいように捉えると、万が一このまま自分がノーヘルで乗り続けてて、でチューニングしました、でジャイロ70キロ出るようになりました、もっと上を求めて80キロ出るようになりました、こけない限りはずっと同じスタイルで乗ってたと思うんですよ。ラフなノーヘルで、まあ、帽子かぶってで薄い手袋して、でいつか事故る時が来る。それが今回60キロだったんですけど、チューニング後例えば80キロ出る状態で事故ってたらこれじゃ済まなかったんじゃないかなと、それを自分の愛車が警告してくれたっていう風に考えてます。まあ本当甘かったんですよね、要は自分が大事に乗ってきたジャイロですけど、その本当に可愛がってきた、まあお金もかけてきたジャイロがああいう自分の姿さらすことで、でまあちょっと俺自身にもダメージはありますけど、この程度のダメージで済ませてくれた
のかなっていうふうに今は考えてますね。っていうことでちょっとまあジャイロを直せば直ると思うんですけど、今あれを直してじゃあまた乗るか、まあヘルメットして乗ればいいんですけど、あのスタイルにしたっていうのはノーヘルで乗りたかったからであって、それを復活させて乗ろうっていう気に今なかなかなれない自分がいますね。っていうことでヒデコーヒーリーズストアに着きましたってちょっと話が中途半端ですが、とりあえず着いたのでよし、じゃあ豆仕入れに行ってくるわ。話の続きはまた帰りだ。